井川裕介は大阪府大阪市出身の元プロサッカー選手。ポジションはディフェンダー。元日本代表。千葉県成田市出身であるが、3歳から大阪で育った。ユース時代から年代別代表に選出される。2001年、ガンバ大阪ユースからトップチームに昇格。ポスト宮本つねとの呼び声も高かったが、 出場機会を求めて2003年シーズン途中からサンフレッチ広島に期限付き移籍。広島ではすぐにレギュラーをつかみ、J1 昇格に貢献した。2004年途中からは、名古屋グランパスへと、2006年からは、川崎フロンターレに期限付き移籍。2008年シーズンより川崎に完全移籍となった。2006年9月20日のナビスコカップ準決勝、第2戦。 対ジェフユナイテッド市原、千葉戦では、井川は、ベンチスタートだったものの交代する出番が来る前に、審判へ、必要な抗議をし、後半0分に退場処分を受けた。ピッチ上にいない選手が退場となる非常に珍しい、ケースであった。チームは2から3で敗れた。2008年5月、キリンカップサッカー2008で、岡田拓司監督から日本代表メンバーに初、召集された。 岡田監督は、井川に関しては、前から注目していたが、J リーグでのパフォーマンスも、非常に素晴らしいので、ぜひ一度呼んでみたいと思っていたとコメントした。しかし、出場機会はなかった。2010年8月18日、名古屋グランパス戦で、左台後、中足骨を骨折、全治4週間の怪我を負った。2011年9月20日にモデル、 グラビアターレントの安藤さやかと結婚したことを発表した。2016年昨年からスタメンに定着していた谷口翔吾この年から加入してきた奈良隆二とエドワルドの活躍もあり、ベンチを温める日が続いた。その後奈良隆二の骨折、エドワルドが肉離れで戦列を離れたためしばらくはスタメンに定着したもののシーズン終盤に自身も怪我をしてしまい。 そのままシーズンを終える形になった。2017年は AFC チャンピオンズリーグ2017に2試合出場のみに終わり、シーズン終了後に契約満了により退団した。2018年、香港プレミアリーグの東方は下またいへ完全一席。2019年1月、東方は下またいから契約を解除された。 2019年11月11日に SNS を通じて現役生活からの引退を発表し、2020年2月22日に川崎フロンターレが主催した引退セレモニーに出席した。引退後は香港編組に所属するランスベイリの監督として就任した。また台湾発祥のアプリ17ライブで2020年1月中旬から配信を開始。 在住している香港から17ライバーとして活動している。ありがとうございます。